タテジンチャンネルへようこそ。タテジンでございます。皆さん、最近ねお菓子業界でもすごいことが起こってるわけですよ。このお菓子好きのタテジンとしてはね、ちょっとほっとけないと思ってね、今回こんな商品を皆さんにご紹介しましょう。それがこちら、じゃーん、ポテトチップス桃味ということでね、こちらねポテトチップスの桃味というわけでね、こちら桃の国内産桃使用ということでね、桃チップスですか。いよいよどうしてもねポテトチップスっていうと塩味とかね、コンソメのり塩とかね、いろいろあるわけですけれども、なんで桃なのっていう、そこですよね。これ一体ねどんな感じなのかなと思ってね、ちょっと揚げていきますかね。ちなみにエネルギーは284キロカロリーでございます。よし、小池屋さんですね。よし、ほらほら中身こんな感じ、すごい桃の匂いします。桃の匂い、うわー、どんな味だろう。甘いのかね。中身はねちょっと若干少ない 50g でございます。よし、じゃあいただいてみましょう。いただきます。なんだろう、あのねスッパムーチョとアマムーチョって、あのカラムーチョシリーズ、あの感じをね、あのアマムーチョとねスッパムーチョちょっとなんか混ぜたような感じかな、これ。でも桃風味みたいなね。ポテトチップス桃味、甘酸っぱい国内産桃とポテトチップスがコラボレーション、ピチピチな美味しさいかがですかってことでね、よくわからんでね、ここにある書いてあるんだけど、桃クリームチーズ風ってことでね、こちらね、簡単レシピが載ってるんだけれども、生ハムと、なんだろうな、クリームチーズ、これをねつけてね、簡単お手軽おつまみってことでね、こちらねちょっと今回じゃあ作っていきましょう。今回ご用意したのは、生ハムで、こちら、ね、クリームチーズちょっとね言ってなかったんで、クリームチーズアイス、こちらもちょっとね、キリの、アイスでございます。早速ね、食べていこう。これもね結構面白いんですよ。アイスなんだけど、このクリームチーズ風だよね。ほら、わかんない、よいしょ。これはね結構ね美味しいんですよ。チーズ、クリームチーズね、ピリっていうのがあるんだけど、その味を完全に再現します。これは完璧に甘いアイスでございます。じゃあね早速作っていきましょう。じゃあまずはこちらね、生ハムをのせます。生ハムをのせます。それで、こちらのね、クリームチーズアイス、これがねめちゃくちゃうまいの。これね結構ねうまいです。でこのね桃チップスでございますよ。これをまあ好きな感じにのせて、でねこれを巻いていただくという感じでございますよ。これがねかなり美味しいんでございますよ。こんな感じで、巻いて食べるという、こんな感じですね。こんな感じ、中にね生ハム、クリームチーズアイス、そして
桃チップス。これをこんな感じで巻いてみました。よし、これじゃあいってみましょう。いただきます。うん、これはね非常にうまい。あのね、生ハムのしょっぱさとで桃チップスのねこのね桃の甘みと、さらにこのクリームチーズのねあのアイスか、これの冷たさでね、すごいこのめっちゃくちゃうまいですよこれ。というわけでね、こちらね、小池屋さんが出てるこの桃チップス、桃味か、うん、この簡単アレンジ簡単アレンジレシピでね、この桃クリームチーズ風ってことで、ね、こっちのね多分ね買うとね、この後ろにレシピが載ってるんで、このレシピでちょっと皆さんね、食べてみてはいかがでしょうか。というわけで今日はこちらポテトチップス桃味のご紹介でした。それではまた。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。